今夜も始まりましたアニマルマニア。皆さんから届いた生き物に関する素朴な疑問に体当たり検証でお答えしたいと思います。さあ今日もですね、OB 横浜さんに場所をお借りしてお送りしております。今週も3人がやってきたのは横浜みなとみらい駅に直結するマークイズ5階にある OB 横浜。今日も質問が来ております。はい、何？相模原市のかなえさん、20代、20代からの質問です。飼っている愛犬がシャンプーを嫌がってしまいます。どうすればうまくできますかということで。なるほど、愛情注ぎなさい、愛情愛情注げば何度なるよ、本当に先生お名前は？広瀬と言います。広瀬先生、はい、広瀬先生はここで何を言って教えてらっしゃるんでしょうか？ここで、基本は、トリマー専攻なんですけど、ワンちゃんのシャンプーとか、カットを主に教えてますね。いろいろシャンプーがあるんですが、ワンちゃんのちょっと状態、皮膚の状態によってシャンプー剤変えてあげてるんですけど、はい、なので炎症がある子だと炎症を抑えるシャンプーっていうのがあったりとか、そしたら今日は正常なワンちゃんに使うシャンプーを洗っていきます、はいはい。でちょっとよいしょ、洗いやすいように、今日ボールにちょっと入れて、ボールに入れて、あ、そのままつけないんですね。はい、つけて洗う場合もあるんですけど、今日はちょっと薄めて、よいしょ、ボールでしっかり泡立てて、なぜこれを薄の方がいいですか？これの方が、特に大きい子だと体全体にシャンプー剤がかかりやすいっていうのと、あとは皮膚がデリケートだったりすると原液を強くこすってしまうと余計に悪くなってしまうことがあるので、今日はこちらのやり方をおすすめされますね。はい、わかりました。でしっかり泡立てたら、これをまず一番体の高い背中の方に、はい、なるほど、かけちゃうパターンね。かけちゃうパターンです、まず最初。爪を立ててしまうと傷だらけになってしまうので、指の腹を使ってマッサージをするように擦り上げて、そうですね。これ気持ちよさそうな、自分がされた時に気持ちいいなっていう強さでやってあげましょう。いい感じ？気持ちいい、お尻。なんかもう目がトローンとしてる。いいね。はい。で、ただ気をつけないといけないのが、毛が長い子の場合、こう擦ってしまうと毛同士が絡まって毛玉になってしまうので、そういう子の場合は、根元から毛先に向かってもみ洗いをするようにしてあげると、なるほどね、毛が絡まりづらいのでやってあげるといいですね。あとは乾いたか乾いてないかの判断としては、手のひらだと汗をかいてしまって分かりづらいので、この手の甲を手に逆らってこう握るようにして入れてあげると、この辺触っていただくとすごい分かりやすいんですけど。あ、濡れてる。そうなんです。だけど手のひらだと結構わからないんですよ、はい、なので手の甲を使って乾いてるか確認をして。これシャンプーっていうのはどれぐらいの頻度でやったらいいですか？これが大体月1回か、あとは2週間に1回ぐらいのペースが、この生活する環境によって変わってくるので、大体それぐらいを目安にしていただければ、はい、わかりました。ありがとうございます。いや、大変勉強になりました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。さあということですね、相模原市のかなえちゃん、ワンちゃんをですねうまくシャンプーするコツ分かったでしょうか、ね、優しく丁寧にね、ワンちゃんこうシャンプーが好きになるようにね、綺麗に洗っていただきたいと思います、検証結果、ワンちゃんを上手にシャンプーするにはその子に合ったシャンプーを選び、優しく丁寧に愛情を持って行うことが大事なんだね。